こんにちは。フジパシフィックミュージックの浅妻一郎です。この番組では私がこれまで聴いてきた音楽や出会った人たちとの思い出のエピソードをご紹介しています。前回に引き続き今回も阿部康さんにお話を伺います。越路さんとは ね個人的に知り合うのはずっと後ですけれども、うん、一番初めに越路吹雪を見たっていうのは、昭和26年、うん、1951年の2月なんですよ、うんうん、それは越路吹雪はまだ宝塚歌劇団の生徒でした、まあ、あそこはあの歌劇団団員のことを生徒と呼ぶんですけども、うん、生徒でした、で生徒のまま第1回帝劇ミュージカルスというタイトルで、うん、まあ、これはサブタイトルだな、これが、昭和26年の2月に僕が見た時の、パンフレットで、帝劇第1回コミックオペラと称してまだミュージカルって言葉は使ってない。で宝塚在籍のまま彼女が出た、相手役は当時の喜劇王古川ロッパで、モルガン大行きというのはですね、モルガンというのはモルガン財閥という例のヨーロッパの大財閥、その一人がですね、日本に来て京都の祇園の芸妓に惚れる、それがお行きさんという、でモルガンとお行きの恋物語、これは実際にあった話です、これをミュージカルにしたんです。でこれをミュージカルにしたその張本人のプロデューサーは畑豊吉といって、当時帝劇の社長です、台本かなんか菊田和夫さんかなんかがやってる、菊田さんが台本の一部を書かれてますね。これはあの畑豊吉さんがですね、もう采配を振るって先頭に立って作ったんですね、でねこの時にね振付家の一人にね増田隆という人がいるんです、これ振付家はね二人名前が出てんだけど、増田隆と花柳桂、花柳桂は和風の方をやって洋風の方は増田隆、増田隆っていうのはレビューの振り付けなんかを戦前からやって有名な人なんですけど、これあの日劇に僕を誘ったその仲間の一人が増田隆さんと知り合いだったんです。それで、それで、モルガン大行きを見に行こうよで誘ってくれたんです、でね、増田さんはまあ振付家ですから先生って言われてた、増田先生にはね、ただで見せてくれるよ、楽屋に増田隆を友人と一緒に訪ねた、そしてね、楽屋と客席のをつないでるドアからそっと入れてくれ て、どっか席空いてたら座ったら見たらいいよって言って増田隆さんに言われて、このモルガン大行きを見た。僕が高校2年から3年にちょうどなるぐらいの時、でもその話されたら何年後かもしれませんけど、あの越路さんもびっくりされたでしょう。はい、ね、あのこれを見てる人は少なかったからですね、もちろん、あんた見てるのってびっくりしてましたけど、もちろん越路と古川ロッパが主役なんだけど、ヌードがね、いっぱい出てるんですよ。これねヌードの方が多いぐらい俺は増田隆さんも自分が振り付けだけじゃなくて踊ってて、こんなねヌード写真がいっぱいあるんですけど、ところがね、この実際の舞台でね、見たら若者に刺激的なヌードよりも、何よりも輝いてたのは越路吹雪。それで、まあ、僕はもうびっくりしたんですよ、こんな素敵なたった一人で舞台の中央に立って歌を歌って、お客さんを引きつける人がいるのか、歌ったのはね、ビギンザビギンでしたね。それでね、もう一遍で越路吹雪の虜になっちゃった、ヌードそっちの時で、それがきっかけですね。それでその後再会されて、どういう お付き合いになった、っていうかどういう関係。越路さんはね、ずっと昭和30年代、最初に会ったのは昭和26年でしょ、30年代半ばぐらいかな、これもね僕の友人関係なんですけど、僕の高校の同級生がたまたま下宿してた先がですね、洋服のデザイナーのうちだったんで、でそんな有名な人じゃなかったんですけども、まあ、当時はまだ洋服のデザイナーなんていう職業も確立されてなかったな、昭和30年代半ばだと。で、まあ、あるいはこのファッション界じゃ有名だったのかもしれない、
柴田静子って人でね、市ヶ谷に住んでたんですよ。それでそこに僕の友達が居候してね、ちょっと下宿した。それで、ね、柴田静子が実は越路塾の衣装を担当されてる。担当したの。で後にですね、越路吹雪がヤマハホールができて、ヤマハホールで毎年クリスマスにコンサートをやるようになった時、第1回から衣装を担当したのはこの柴田静子さん。僕はたまたま越路のまずモルガン音域を見て、その後ヤマハホールのリサイタルを始めた頃はヤマハを見に行ってたの、衣装柴田静子って知らなかった、知ってた、名前は知ってた。それでしかもその、その柴田静子のところで僕の同級生が下宿してた、してるってことが分かったから、まず柴田静子を紹介してもらって、それで親しくなった後、まあもうかなりのおばちゃんっていうかおばあちゃんでしたけどね、この柴田さん。それで星吹雪をいきなり紹介してくれっていうのも何だったかな、マネージャーの岩谷豊彦さんを紹介してくれない、柴田先生って頼んだんですよ。それで紹介された。それはその岩谷さんを紹介したいのはというのは、もちろん越路吹雪についてスポーツ誌に書きたいと、スポーツ誌かどっか週刊誌か忘れて書きたいと思った、取材したいと思ったんで、柴田さんに頼んだんですよ、岩谷さん紹介して。それで岩谷さんと僕との交流が始まった。だけど、やっぱりその人の名前を覚えるとかね、あので先生の場合、その柴田さんが越路さんの衣装をやってらっしゃるっていうこと、柴田さんっていう名前をご存知で、要するにその友達が居候してるっていうことがつながって、そこ の柴田さんっていう名前を先生が ご存知なければ絶対そこから先に行かない話ですね。ありがとうございます。でもあの多分ね、僕はね、そういうの習慣になってたっていうか癖になってたんでしょうね。あのね、例えばパンフレットを買う、越路吹雪のリサイタルのパンフレットを買うとですね、出てる人よりもどちらかというと、今でいうクリエイティブチーム、作とか演出とか作詞とか作曲とか装置とか、あるいは伴奏のプレイヤーとか、そういうところを丹念に見る。いや先生、それね、僕全く同じです。僕もレコードで、レコードのクレジットもともかくその誰がプロデュースして、あのエンジニアが誰で、アレンジャーが誰で、この曲は誰が書いたとか、いうのを見るのが大好きでしたもん。ああそうですか、多分ね、そういう周辺機があったんだろうと思います。さっきのモルガン大雪のこの話に戻るけども、モルガン大雪を作ったのは天益の社長で、畑豊吉という人だということはパンフレットでも確認したし、当時ですね、新聞で芸能界のことを一番よく書いてたのは東京新聞の夕刊なんですよ。で東京新聞の夕刊を読んでると、このモルガン大雪の中で一番獅子奮迅の活躍をしたのは天益社長は畑豊吉であったと、いうことは書かれてるんで、畑さんの人は実業家でやはり経営者であると同時に、あの、ね、小説返したんですね。でこれはね、マルキド・サドっていう、あのペンネームで返した、でマルキド・サドっていうのは、これはサドっていうのはですね、サディズムのサドですよ、ねこれから撮ってる、つまりね、ちょっと色っぽいね、ちょっと危なげな小説を、マルキド・サドの名前で書いてたっていう中高の人だったんです。畑さんは例えば戦争が終わった後ですね、戦争中から東宝株式会社の重役したんで、一流会社の重役した人はみんなね、追放のパージされる、それで東宝の重役を辞めさせられるんですよ、終戦直後。それでね、無職になった時何時始めたかっていうと、新宿の日活という映画館の5階に、まだね、日活じゃなくてね、当時は帝都座って言ったんです、帝都座の5階に小さい劇場があって、そこで日本の最初のヌードショーをやった人ですよ。それが変な話、ストリップの始まりだっていう。そうだ、それで、それはあの学部師匠といって、ダンスがなくて、学部人の中で裸の人が、出たり入ったりしてた、ですから、モルガン大雪でもそのキャリアが畑さんにはあるから。なるほど、さっき申し上げたようにちょっと色っぽい、もうセクシーなヌードがいっぱい出てるって、こういう
風につながるわけですけどね。ああで話は戻るけどね、そういうふうにね、旗と歴史ってのはどういう人だろうかな、うん、スターにも興味があったけど、それ以上に裏の人に僕はどうも興味がある。それなんで、星俊彦が、宝塚を辞めて活躍し始める時にですね、マネージャーは岩谷俊彦さんだってことを、新聞記事なんかで知って、その人が作詞をしてるってことも情報を得てたんで、柴田さんにも越井じゃなくて岩谷さん紹介してって頼んだんですよ。もう越井さんがピーナッツの詩なんか書かれてた頃ですか。あ、岩谷さんが。あ、そう、岩谷さん。まだちょっとその前ですね。まあ、まだ越井さんのやつを書いてらっしゃるとか。あ、まだ越井吹雪が中心でしたね。うん、だからあの岩谷さんも有名になるのは愛の讃歌。愛の讃歌が、これも日劇で越井吹雪が歌って有名になるんですけど。この愛の讃歌の作者として名を馳せる頃ですかね。なるほどね。はい、昭和26、7年ですね。ということは1900でいうと51、2年、その頃ですね。今お持ちの資料もそうですけど、はい、よくそういう資料をちゃんと揃えてらっしゃるし、それちゃんときちんとこうどこに何をっていう整理をされてるわけですか。いやいや、そんな整理なんか全然してません、うん、もちろんね、当時のものもそのまま持ってますよ、ええ、あのさっき の, あの JATP ノーマングランツとか、ええ、そういうもの、当時のものもそのまま持ってるものもありますけれども、ええ、なくしたものもあります。いやいや、まあそうでしょうけど、なくしたものは古本屋で探してます。あ、ええ、それでこれはあの芸能関係だけを集めてる古書店がありまして、そういうところが目録作ってますから、うん、目録をチェックしてですね、うん、なくしたものは買ってますし、うん、このものが多いき昭和26年なんか何冊あってもいいから、うん、2冊、3冊ぐらい持ってますよ。カタログに載るとそのまままた買っちゃうとか、そういうことですよ。はい、うん、いやでもすごい数の資料だし、その内容自体も本当に素晴らしいですね。昔を思い出すよすがにはやっぱりパンフレット重要ですね、いやだけどそのさっきの柴田さんのところで僕は、うん、いやすごいなと思って本当にびっくりした。いやですから、その前に越井吹雪がリサイタルを始め、ヤマハホールで始めた頃、この作詞岩谷俊彦っていう名前が頭に入った、それから新聞なんか読んでると岩谷俊彦ってのはマネージャーであると、うん、本業は、でマネージャーが作詞を始めたっていう記事なんか読んでたんで、いろんなことがこう頭の中で結びついて、柴田先生、岩谷俊彦さんご存知でしょうと、もちろん当然よ、岩谷さん紹介してって言って、それは柴田さんにしてもね、越井さんを紹介してくれって言われるよりは、岩谷さんを気が楽ですよ。でこれはね、越井吹雪がモルガン泳ぎで成功をして、いよいよ東京へ出てくることになる。で宝塚歌劇団ですから、一番ボスは、阪急グループの総帥小林一三さんですよね、阪急グループを作って、小林先生が、宝塚では小林さんのことは先生と呼ぶ、大先生が越井吹雪を東京に送り出す、で宝塚辞める、東宝の専属にする、それでその時に宝塚歌劇団の出版部というところでパンフレットを作るところにいた岩谷俊彦さんを越井吹雪のおもり役で一緒に東京に送り込む、これも小林一三という、まあ、大プロデューサーですね、プロデューサー大権力者だからできることで、それで2人を東京に送り込む、それでぼちぼち仕事を始めるわけです。で最初は越井吹雪も映画ですよ、舞台より、それで岩谷俊彦さん、ついてきた岩谷俊彦さんは東宝の文芸部員にするんです、ですから僕は柴田さんに岩谷俊彦さん会いたいなって言ったらば、じゃあ東宝文芸部へ行きなさいよ、私が連絡しとくから、と言って有楽町のまだね、東宝も今みたいなビルじゃなくて、晴海通りからちょっと入ったところ の,、あの小さいビルでした、そこの文芸部に訪ねた。それが昭和30年ぐらいだったかな、岩谷さん訪ねたら会社にまだね、デスクの上に黒電話がまだ大事、ね、ですよね。岩谷さんいらっしゃいますかって僕が訪ねたら、たまたま壁のところにあるこういうね、固定電話を岩谷さんがかけてるところです。今の人たちはあの
古典ではも知らないかもしれない壁にねみんな靴下でしょ、ね、茶色い箱みたいな、あれで岩谷さん電話で話した、だってあれじゃない浅妻さんは岩谷と彦財団の理事をいやいやそうなんですけどやってるから僕は岩谷さんが大御所になられて、でまあいつもその打ち合わせっていうと、有楽町の、あの線路の脇の何て言うんだ火事なんとかっていう喫茶店今でも確かあると思いますけどそこで、よく外交局のね、岩谷さんに詩を頼んだら越路、さんも歌ってもらえるかなとかね、言うんでシャンソンとかイタリアの曲なんかの訳詞を岩谷さんにお願いしてたんですけど、で先生その結局越路さんとは、その後お付き合いが深くなって越路さんとのお仕事で一番記憶に残られるのは何ですか。いややっぱりね、原点のモルガンお雪だな。もうこれに尽きますね。後にですね何度かモルガンお雪は上演されてます、新宿に駒劇場ができた、後もですね、新宿駒劇場、あるいは大阪の梅田駒という劇場などで上演されてますけど、やっぱり第一回の帝劇で見た時の越路響の妖艶な姿っていうのがね、ステージの姿は忘れられない。でそれはねなぜかっていうとね、彼女はね洋装も和装も両方いけたんですね。ですからお雪さんは祇園の芸者ですから、和服のシーンが多いわけですよ。モルガンと結婚してからヨーロッパ旅行をするとこは洋装ですね。それからモルガンお雪のお雪さんを演じながらですね、劇中劇のレビューの中のスターもとしても登場するんです。なるほど。ただ洋装ですもんね。まあ洋装ですね。でこのね両方がね、実に艶っぽいんですね。で裸になってるヌードダンサーよりもドレスを着てる、あるいは和装をしてる越路響の方がよっぽど色っぽい。なるほど。このやっぱり妖艶な姿にやっぱりノックアウトを食らったということと、それから歌えて踊れる、やっぱりその日本のエンターテイナーとしては最高だった、その印象が一番強いですね今でも。なるほどね、はい、今回も前回と同様に私の大先輩阿部康さんをお迎えしてお送りしましたが、いかがだったでしょうか。引き続き次回も阿部さんにお話を伺います。お楽しみに。